南東リオンブリッジトレッサ横浜は、神奈川県横浜市港北区市、岡町700番地に所在し、株式会社、トヨタオートモールクリエイトが開発、運営する複合型商業施設である。当地は、トヨタテクノクラフトの工場と、トヨタグループの物流拠点の跡地で、広大なさら地が広がっていた。北東が2007年12月5日、 南島が2008年3月27日にそれぞれ開業した。来場者総計が2015年11月に1億人、2019年5月に1億5000万人となった。トレッサ横浜は北島と南島の二棟があり、合わせて220店のテナントが入居している。北島は横浜市の姉妹都市であるフランスローヌアルプ地域圏の主婦。 リオン支給市街の街並みが再現されている。特に、ライオン像、レリーフ、魂絵、マンホールはすべてリオンで特注したものである。トヨタグループの施設であることから、北東1.2階には、トヨタ系列の各自動車ディーラーが入居しており、店内では実車も展示されている。また、トヨタファイナンスが推進する、ポストペイ型電子マネーの一つであるクイスプが、多くの店舗で、 利用可能となっている。北東と南東は、環状2号線を挟んで立地して、リオンブリッジで連絡している。無料駐車場も北東側と南東側にそれぞれ立地する。総駐車可能台数は2700台。駐車場は、1台1台満空表示がされていて、空きスペースがわかりやすい土曜日、日曜日などは、集客目的にイベントなどがたびたび実施される。 受賞歴2012年5月第14回選言。新聞主催テナントエランダデベロッパー大賞。ES 賞初受賞2013年5月第15回選言。新聞主催テナントガエランダデベロッパー大賞。ES 賞受賞2014年5月第16回選言。新聞主催テナントガエランダデベロッパー大賞。ES 賞受賞2016年5月第18回選言。 新聞主催でなんとか選んだデベロッパー大賞 ?ES 賞受賞2017年5月第19回選言。新聞主催でなんとか選んだデベロッパー大賞。CS 賞初受賞第5回日本 SC。協会主催地域貢献大賞受賞。地域貢献大賞は2007年12月、開業以来。 お客様に役立つもの、ことを細部にわたり追求していくことを基本コンセプトに、地域と一緒になって、地域社会へ貢献活動を推進したことが評価され、約3000のショッピングセンターの中から選出されました。2018年5月第20回選言新聞、取材って何とか選んだデベロッパー大賞、ES 賞受賞2019年5月第21回選挙。 新聞主催テナントが選んだデベロッパー対象。ES 賞受賞2020年5月第22回選言。新聞主催テナントが選んだデベロッパー対象。ES 賞受賞出展テナント全店の一覧。詳細については公式サイト。ショップガイドを。営業時間については公式サイト。フロアガイドを参照。トヨタオートモールクリエイトの発表によると、来店者の66%は、 自家用車での来店となっており、公共交通機関の利用者は少ない。当地への公共交通機関は、鶴見駅、綱島駅、日吉駅、大倉山駅、新川崎駅及び、新横浜駅からの路線バス、またはタクシー、または徒歩に限られる。新横浜駅、大倉山駅から乗車の場合は、環状2号沿いの北東側、鶴見駅から乗車の場合は、 環状二号沿い南東側へ到着。ありがとうございます。